でもどうあのその気づいた時に、世の中で完全に皆さんが知った時に売ったお医者さんって潰し上げられんのかな。いやまあまあみんなあの時はそういう時代だったからねで終わるんじゃないですか多分あの尾身さんなんてそれこそあれじゃないですか、軍法会議じゃないですか、本当ですよね、処刑でいいんじゃないですか、はいはいはい、本当にあれでもあれと一緒やで、これがね、宇佐さんな、戦時中やと仮定するやん、戦時中やん、現実な今で仮定するとあの連中軍法会議なんですよ、もう全部。いや本当そうですよね、うん、だから全世界国際軍事法廷みたいなところに引っ張り出されて、うん、永久戦犯とか言われて、うん、どっかグアンタナモどっか連れて行かれてまああんなレベルの話ですよこれ。いやそうですよね、あそれに加担してるね、メディアでこう専門家として喋ってる方とか、あれどこだよね、ひどいですよね、あれ今ちゃんとこう分かってる方から聞くと、この先生何言ってんだろうって思いますもんね、全然通じても合ってないんですけどっていう、あの滑稽、最初は僕は、うん、ちょっと腹立たしかったんですよ、2年ぐらい前は、でその後なんか滑稽に見えて、うん、もうバカらしくて見ないようにしたんですけど、うん、最近見るとね、もうなんかなんていうのかな、嫌悪感じゃない、なんていうのかな、あの気持ち悪く感じるね、うん、あそこまで嘘つくと、ね、いやあのまあ1年前あのワクチンが出始めるぐらいとか1年半前ぐらいとかでまだ言ってるんだったらまだね、まあそれを信じてたかもしれないですけど、今現実その数値だけ見たらもう結果分かってるじゃないですか、うん、それを踏まえて今だにああ言ってるでも本当に何を考えて言ってるのか分からないですよ、ね、あれはこの超過死亡を見てね、因果関係ないとかまだ言うわけでしょ、うん、で悪意としか思えんよね、もうここまで来たら、この間もなんか40歳ぐらいの女性の方亡くなってて、うんうん、あれもアナフィラキシーの反応ってなかったらしいですよね、あでももうアナフィラキシーの対処ができなかったっていう医者のせいにして、うん、厚労省が現場の医者のせいにしたっていう、嘘か本当か知らんけどちょこちょこ聞くのは、うん、結構職員辞めていってるらしいよ、うん、結構な数厚労省の、うん、まあそうでしょうね、もうなんていうかな、両親の呵責に耐えかねるみたいな人がやっぱり、うん、あまあ、普通はでもそうですよね、うん、あの普通の感覚の方であれば、うん、だからあそこももう一回やり直しちゃう、厚労省もこれは目的潰しても、うん、財務省とまあなんかそういうなんかあの悪魔に心を打ったじゃないですけど、そういう人だけ残ってやられても困りますけどね、うん、いやもうこれ無理やで今回は、まあまあもう知られてますからね、もう無理ですよ、一回もう全部ご破産で解体してもう一回やり直しよう、ああこんなん無理やわもう、ああワクチンバレたらね信じんでしょもうみんな、まあ信じないでしょそうでしょもう、うん、だって売っててもかかってるし重症化してるし、まあ重症化まではしてないですかね、うん、まあ軽症ですけど、でもかかっても軽症ですからね、うん、言うこと聞かんよ、うん、これ結局ね三沢さんあれなんですよ、あの国とか政治とか行政を解体していってる作業なんですよこれ、うん、世界中で、うん、一回解体してるんですよ、うんうん、利権構造を含めて、うん、で金融も一緒なんで、金融はもう膨らみすぎだから解体って同じですわ、うん、で結局あのオミクロンのお店とかあの喋っとった連中も結局金でしょ、まあ、そうですね、うん、だからあの金潰したら全部終わるっていう形になってくるんでね、うん、でもこれ松代まで呪われるであの人ら、いやそうですよね本当に、じゃあ本当だって分かっててやってますからね、うんうん、松代っていうかだから孫とか子供とかその次の孫の世代とかまで石投げられるみたいな、いや本当にそうですよねな、名字変えて生きていかんとあかんみたいな世界に入るんちゃう、いや本当にそんぐらい先輩もんですからね、こんな大事件生きてる間に見れんねんな、いや本当にこれ現実ですかっていうぐらいのことがもう映画の中の映画の世界よ、本当本当そうですよね、まあもうあと1年か2年で終わるでしょうけど、まあワクチンはもうこれで終わりでしょ、もう全世界終わってんねんから、うん、もう打たんっていう方向行ったから、あとはね、うん、もうみんながバレて吊るし上げられてこれでも西洋医学があかんようになるわけでしょ、で宗教的な、うん、そのバチカンなんかはあかんようになるんで、これ僕らまだ日本人いいんですけど、
ヨーロッパとかアメリカの人はどうやって生きていくんかなこれからみたいなですね。頼るもん何にもないんやね、うん、もうあの人ら。まあそうですね、うん、インフレも燃料も食料もぐっちゃぐちゃでしょもう、ね、いやあそうなんですよ。だからあのビタミン C の話をちょっと聞きたかったんですけど、うん、ビタミン C ってあのイギリスで作ってるじゃないですか、うん、あの元のトウモロコシが、うん、あのウクライナ産なんですよで原産になって、でしかもあの元々フナミンが使えてたのがもうフナミン使えなくなって空輸なんですよね、うん、で結局そのもう原料が今もうすでに高騰してるんですけど、うん、まあなんとかその製品までは反映しないぐらいなんでちょっとうちで吸収してるんですけど、上がった上がったらしゃあないじゃん。来年ちょっとどうなるかわからないん で、 ないで年内にもう DSM の方に来年分ちょっと原料の発注ちょっともう今年に出そうっていう形で、で、あのお客様の予約数がちょっとわからないと正確な数出せないんで、うん、なんで来年の一応予約って形で数だけちょっといただければっていうところで、わかりましたわかりました。で去年がね350箱だったと思うんですけど、500でいいんちゃいます？500でいいですかね、うん、まあそうやって集めていったらねそっちもやりやすい、あ300か、で おとつは450なんで、でまあ特にあの先に支払いとか必要ないんで、まあ、毎回その都度のやつなんで500読んどいたら間違いない、まだちょっとまた増えるよなこれからだと思います。あと点滴の原料とかもなんか今入ってこない、入ってきてるよ、あれシンガポールから、シンガポールから来てる、入ってこない原料とまた違うところもあるんですかね、うん、なんか結構高濃度ビタミン C 点滴の原料が入らないって言ったりとか、あとあの美容のクリニックさんなんかシナールとか、うん、パラネキサムさんなんかもなんか入らなくなってるとかそう、はい、だし結構だからシナール全く止まってしまったクリニックさんなんかも出てきたりとかで、あのだからね止まってるところもこれね、うん、同じなんですよ、国産のトウモロコシ使えって話になってるってことですよ、うん、結局これ。いやだからうちのあの代表なんかももうだいぶ前に言ってたのはやっぱ国産のトウモロシ、そしてまあビタミン C 原料作らないとダメだよなって、そういうことです。だからその三沢さんのところみたいにサプリメントの製造会社とかだけじゃなくて、うん、もう全部の業界が一緒ですわ。そうですね、うん、だから国内回帰なんですよ、うん、で、あの、なんていうのかな、コロナで現地生産、中国行ったりアメリカ行ったりして現地法人作って生産してた製造業の会社なんかは今帰ってきてるわけでしょ、全部がもう一気に帰ってきて、で製造は帰ってきたんですよこれね、うん、でも原材料のとこは全然行ってないんですよまだ、まあ、そういうことですよね、ファームね、うん、だからまあ農業含めて、うん、漁業もですよ、漁業もで一緒ですよ、もうタコアフリカのモロッコのタコ買ってる場合じゃなくて、そうですね、うん、あれ何だっけ、もうあそこはアフリカのどこやったっけ、タコ、日本がいっぱいタコ仕入れてるとこ忘れて、コートジボワール違う、どっかあっちの方ありますね、なんかそんなところタコがあるの、日本のタコ食べようよみんなでみたいな、だからこんだけ技術とか情報産業発達した時代ってあれですもんね、サプライチェーン寸断したら一発でこうなりますもんね。いやそうなんですよね、どっかで紛争起こったとか、うん、で紛争起こらんかってもう止めよう思ったら止めれるもんね。まあそういうことですよね、だからそれを考えて、うん、やっていかないとね、国でだから燃料費上がったら止めれるし、うんうんうん、でコロナって言ったら止めれるし、うんで飛行機の例えば旅行でもワクチンパスポートいるって言ったら止めれるし、はいはいはい、やりようによっちゃ何とでもやれるがね、あの連中やったらね、え恐ろしいよだから一番はその、うん、そこに乗っからんっていう方向いかなかったじゃないですか、まあ、そういうことですよね、個人も企業も、うん、自分のところでトウモロコシやバターだけ持っておいた方がいいよ今いやだから JA なんか今結構あの騒いでるらしいですよ、あの農薬が入ってこないんで、うんうん、結構 JA は パニック状態らしいですよ、まあ、もう JA も解体したいのになもう農薬で儲けてるわけじゃん、あの連中肥料と、まあ、そういうことですよ ね、変な規制かけて、あれもウクライナの方とかでしたっけ、うん、一緒やな、ですよ、ね、農薬 鉱石ですよね、あれ一緒やな、だから逆に東南アジア、インドネシアなんていっぱいあるんですけどね、
インドネシアなんていっぱいあるんだけど、ブリックス行ってもたでしょ、インドネシアも。あだからもうだんだん日本取り残されていくみたいな。いやーなんかそこら辺、まあ、特に外交っていう意味では本当弱いっていうか、言いなりっていうか、まあ言いなりって言いなりというよりは乗っ取られてるから、うん、そういうことなんですね、うん、結局のところイギリスに乗っ取られ、アメリカに乗っ取られなってるから一回潰してんねんから、もう今回潰れたら終わりますよ。まあまあそういうことです、ね、自民党なくなって、うん、で一回全部解体したら、それこそあの言ってるような参政党の吉野先生みたいな出てくるんですよ、うん、出てくるんですねじゃあ本当に、うんうん、出てきて何回なんかぐっちゃぐちゃになって、わけわからん状態になって、うん、結局だから金じゃない世界やから、ロシアもそうやし中国もそうやけど、交渉できる人が出てこなかもね、まともに。そうですね、はったり抜きで、うんうん、だそうなったらエクリで来上がると思うで、次ほんま侍みたいな人出てこっちゃいます、うん、もうだからまあそれぞれの国にそれぞれの文化があっていいって話なんですね。そう結局はだからこっから始まるのあれですよ、三沢さん、戦国時代ですよ、うん、国政は、はいはいはい、もう戦国、そうですよね、戦国ですよ、もう、まあ、今も実際そうなってますもんね。なってるでしょ、うん、もう完全に潰れていってる状態で、もうあとちょっとみたいな、うん、でこれでケツにアメリカがおらんようになるわけやから、うんうん、後ろにアメリカの金がおらんようになるってことやから、そういうことです、もう戦国ですわこれだから参政党だけじゃなくて、なんかそこら辺の人が出てくる思うで、政治に、うん、まあそうなった方がいいような気がしますけどね。意外とおもろいのが、うん、女子高生とかな、ああいう子がこう何かな、あのもうストレートに率直な白黒を、まあ、良きか悪かっていう SNS とかああいうもん駆使しながら、うんうん、なんかおったよ一人 NHK のところ N 国の、 あのドバイにおる人、ガーシーかと、ああ、ね、三人戦闘とったこれ一回も日本経営とか、うん、あんないっぱい出てくるんじゃん、はいはい、面白いのが、うん、今までには考えられへんかったような連中が。いやまあでもそれがやらないともう変わらないでしょうね。もう変わっていってるわ、うん、まあ真面目な話、今日はせっかく三沢さん来てくれた、でもテーマはめっちゃいい時代やで、うん、あのもうやっぱり健康がテーマになったからな、これ、うん、じゃ完全に時代、まあね、健康、食と健康やな、うん、あんまに食健康ほんまそうなったな、見事に。だからあとは本当にその原料なんですよ、うん、あのサプリでも何でもそうですけども、国産でね、やっぱこう増やしていかないと。そうですよ、そうですね、うん、だからそういうのって一社だけじゃなくて、うん、で今までやったらその国の補助金とか何やかんやを使いながらやっとったわけや、うん、国から金引っ張り出してきて、うん、あれがなくなるからもう自分らでお金集めて、うんうん、クリニックさん束ねるとか、うん、あと農家さんと組んだりとかして、その何でもかな畑運営するとか、そんな感じになっていくんちゃうのこれ、うん、ものすごい良い感じちゃいます、うん、まあそうですね、ようやく気づいてきて、うん、まともな世界行くに違います、うんうん、ってなってくると別にそのビタミン C だけ、ビタミンだけじゃないもんっていっぱい出てくると、今まであのサプリなかったようなやつあるやん、はいはい、うん、いろいろありますもんね、いっぱいあるやん、なんかわけのわからんのってそんなのあったんだみたいなやつがね、あこれが出てくると思うね、はいはい、いろんな規制かけられてやられへんかったやつが次から次へ出てくるに違います、そうですね、うん、昔の古代の人がこうなんかこう食べてたやつとかなんかいっぱい出てくるんちゃいます、はい、だってなんかあのこの間ちょっとあのテレビで見ましたけど、アマゾンの奥の方であの育で、しかも鉱山の方で育ってるあのジャガイモの現代種っていうんですか、あの、うん、今の改良されたやつじゃないジャガイモ、うん、ものすごい美味しくて栄養とか高いらしいですよ。全く改良されてないの、もう自然に生えてくる。ああ、地産地消の究極やな、もうそれ。本当にだからすっごい美味しいらしいですよ。その木があるた、うん、あるから生きてますみたいな、うん。なるほどな。その現地の人はね、それを食べて生きてるんでしょうけど。うん、僕日本の場合はな、松の木やと思うね。あれのなんか汁出てくるやんか、はいはい、まあ、ピクノチノールとかいろいろありますよね、うん、すごいええらしいんやけど、うん、でもうほんとこういう日本固有の松って、うんうん、まあどっから来たか知らんけど、うん、ああいうのを活用したりとかな、うん、ああ、樹液っていうんかな、ああいうのを活用するような時代になっていくんちゃうんか、もっと、ま
あ自然のものが持ってるやっぱりその抗酸化作用とかそうそうやっぱりね、うん、そこら辺がもっと注目されてくるかもしれないですね。なりますわ、うん、でそれも大きな企業がやるんじゃなくてもっとちっちゃい会社さんがとか、うん、商店がな、うん、少量ロットで自分たちの仲間だけに売っていくとか、うんうん、いいですね。それもあんまり地域超えないで、うん、地産地消みたいな形でやっていくっていうの、うん、なるんちゃう。面白いなこれ本当に一気に動いたないやそうですね本当に、うん、やっぱりいろいろ目につくようになりましたもんね。な、はい、YouTube とかでも結構もう出てきてますもんね、うん、前はもう完全にシャットダウンされてましたけど、うん、検閲がちょっと緩なってんな、だいぶ、ね、だいぶ緩なってますよ、うん、Twitter であんだけ出てきたらもう Google までやられてるから、うん、ビッグテックはもうこれでもう全部結局あれやったらしいですよ。悪い方の偽物の米軍くるみでやっとったっていうんやから FBI も入ってきて、うーん、検閲をね、ツイッターも YouTube も、なんか1万5千人ぐらいの単位のレベルで、要は社員という名前やけどスパイやわな、分かりやすいな、それ送り込んで入れてそいつらが検閲全部しとったらしいから、そうなんだもうそら本当不正選挙やな、ほんまもんの。いやそうですね、これワクチンも遠慮なくみんなが今言い出したっていうことは消されへんっていうことはもう無理やってこと、もう無理でしょうね、もう止められない状態入ったんちゃう、うん、はい、だってもう民放で出てきてる時点でもう、はい、ニューヨークタイムズでさえそんなこと言ってんねんから、もう、あ、そうですか、うんうん、っていうことはもう終わりですよこれ、終わりだよね、うん、まあまあ来年中にこう一掃してだからまあサプリっていうのもあれじゃないですかね、サプリっていうのは残んねやるけど、サプリっていう感じじゃないやつも出てくるんちゃう、なんていうかな、なんてイメージ的に、まあ本当にもうその完全にサプリ化してない、錠剤化してるとか下流化してない状態、食品のなんかあれですよね、うん、いわゆる、うん、本当にもうそっちな状態、うんうん、出てこんちゃうかなこれだと思います、うん、はい。